この番組はポンとチャオという YouTube 出身の2人が毎週いろいろなアニメーターに2人の出演シーンの一コマを作ってもらい、どんな役が演じられるかを模索し、あわよくば世にあるメディアへポンとチャオとして登場するオファーに結びつけたいという2人の野望を描くドキュメンタリーである。なんかこの教室久々な感じしますね。最近バラエティ系の授業多かったからね。はい、今日はですね、はい、ニュースキャスターに挑戦しろと学園長命令がありました。お、素敵なイメージもつけとけと。なあ、それ得意分野です。いやいや、どちらかというとチャオの方が知的かと。うるさい。イエーイ、やれるよ、見てなさいよ。はいはい、それではやってみてもらいましょう。ポンチャオ、こんばんは。 PQ ニュースをお伝えいたします。売り出し中のキツネタレントチャオさんが失踪いたしました。一体彼女の身に何が起きているのか、こちらをご覧ください。今日午後8時ごろ、自宅を掃除していたチャオさんの同居人から一本の電話がありました。もしもし、警察ですか？先週から友達が帰ってきてなくて、そしたらクローゼットの中から。通報を受けすぐに向かう警察。するとそこには一枚の紙が。発見された紙には失踪したチャオさんが書いたと思われるイラストと文字が。早く人間になりたい。何がいけないの？どうして。同居人によるとチャオさん本人のもので間違いないという。一体何があったのだろうか。いつも元気に挨拶してくれてましたよ。ね、もうニコニコして本当に、もう家出とかするような子にはもう全然見えませんでしたけどね。怖いわ。まあ耳と尻尾がみんなと違うとか、まあ、それは受けたこともあって、まあ、たまに河原とかで子供たちにいじめられたってことも、まあ、聞いたことあったかな。いじめが原因なのか、事件に巻き込まれたのか、警察はさらに詳しい事情を調べている。以上、この時間のニュースをお伝えいたしました。はい、無事だといいですね。いじめは良くないのです。手待てー、絵はニュースだけども、私決まってた。キャスターもできます。いやスーツくらい着なさい。だってお金ないんだもん。なんも言えねー。この読んでいるイラスト、実際にチャオが描いたものだそうだな。そういうことだ。